では続けていこう。おお、新ステージかな。街中っぽい。少年がいる。なになに、サッカーの相手が欲しいとな。もう、しょうがないにゃー。と思ったら行っちゃった。どうやって飛ばしてるのこれ、わら。ふむ、これは電気屋さんかな。中には入れない。これは何だろう。ああ、露天的なやつか。ちょ、なんか襲いかかってきた。この愛くるしいガチョウを敵に回したことを後悔するがいい。この後いたずらでひどい目に遭わせてやるからな。ふふーん、私はただの通りすがりのガチョウですよ。って問答無用かよ。ぐぬぬ。まあ、まずは作戦を練ろう。何か奴をギャフンと言わせる手があるはずだ。直接戦闘は部が悪い。デッキブラシを壊す。男の子を電話ボックスに閉じ込める。男の子に違うメガネをかけさせる。誰かに自分のものを買い戻させる。テレビに映る。ショッピングする。カゴに入れるもの、歯ブラシ、トイレットペーパー、ヘアブラシ、缶詰、洗剤、果物と野菜。デッキブラシはあれだよね。あのおばさんの装備してるやつだ。む、なんだこれは。トランシーバー？これで誰かと通信するのだろうか。あ、それより。誰かに自分のものを買い戻させる。であったから、これ、売り場に並べられるんじゃね？この辺に自然に。Beautiful. よし。ラジオがある。これはゲットしたい。違うんです違うんです、私は客だぞ。ガチョウ差別反対。うーむ、なかなかガードが硬いな。お、あの飛行機売れそうじゃね。タッチダウン。うわー、飛行機より防衛の方が優先されてる。お、やった。なんか飛行機について話し始めた。この隙にこの狂気をしまっちゃおうね。しかしあのおばさん、ガチョウが飛行機置いた瞬間見てたじゃない？わら。わらわら。結局、少年はおばさんから飛行機を買い戻したのか。わら。なんて横暴なおばさんだ。正義の鉄槌を食らわせねばなるまい。しかしこれ、どうやって壊すんだろう。この車に壊させるとか。うーむ、ダメか。お、これ持てるじゃん。重い。めっちゃ重そうにしてる。歯ブラシが出てきた。リンゴの芯。もう一個リンゴの芯。これで終わりかな。こっちまで持ってきたけど特に使い道はなかった。そろそろこれを壊す手立ても考えないと。やっぱり、何かに壊させるんだと思うんだよね。
例えば、この電話ボックスに突っかえ棒にして、中の人が脱出するときに壊すとかさ。こっちの建物とかどうだろう。ダメか。やはりあれだね、人の動きをよく観察して、なんか使えそうな動きを見つけないと。少年は飛行機で遊んでいる。遠巻きに見つめる不審なガチョウ。あ、飛行機置いた。なんか勝手に視点が映った。おばちゃんが値札を貼っているね。これも何かに使えるんだろうか。まあ、まずは少年の動きを見ておこう。物陰から少年を盗み見るガチョウ。おお、メガネを確認してる。今だ。ち、惜しい。これ、タイミング良くなけばきっと落とすよね。今だ、やった。あとはこれを。ぐぬぬ。もう一回。ああ、惜しい。おや、靴紐を結び始めた。ならこうだ。ゴーゴーゴー。これで、別のメガネを持っていけばいいんだな。メガネ売り場あそこにあるよね。こっちのメガネを売って。あーお客様、いけません。やめてください、違うんです。ぐぬぬ、なんたるディフェンス力。ちゃうねん。私は通りがかりの善良なガチョウやねん。ははばかめ油断したな。背中がガラ空きだぞ。今だ。ゲット。待ってろよ少年、今助けてやるぞー。さあ、この新しいメガネをかけるんだ。って本当にまだ探してた。わら。はいどうぞ。やったー。って、泣いたらめっちゃ逃げていった。ははーん。こいつめっちゃビビリだな。ならば。よし、ほれほれ、怖いガチョウだぞよし、すかさずこのモップで。で、あれ、これで達成なのか。モップは別にいらないのね。なんかめっちゃ電話かけとる。で、なんか大人が来た。もう、ちょ、やめ、やめて。ぐぬぬ、なんて乱暴な。やはり人間は邪悪、滅ぼさねばならぬ。なんだ今の動き、わら。お分かりいただけただろうか。モップ破壊を狙ったんだけど、これではダメそうだねー。あとさ、なんかこの少年の靴の紐、気になるよねー。こんなに赤くて、いかにも引っ張れそうだ。お、今マーク出たね。これは引っ張れるやつ。ふんふふん、私は通りがかりの善良なガチョウですよ。ふははバカめ、油断したな。背中がガラ空きだぞ、ああ、気づかれると結び直されちゃうのか。左足を結んでいる隙に右足の靴紐を、そしてその右足を結んでいる隙に左足の靴紐を、結んでいる隙に右足の靴紐を、結んでいる隙に左足の靴紐を、
ってきりがないわ。めっちゃ怪奇現象やんけ。しかし特に何も起こらない、と。やはり、気づかれないように靴紐をほどかないといけないようだ。この、飛行機に集中している時がチャンスなんだね。恐ろしく早い靴紐ほどき。さあ、これで何が起こる？走らせれば転ぶと思うんだよね。あ、気づきやがった。く、おしきれい。あ、転んだ。メガネが落ちた。おばさんが拾ったちょ、おばさん無慈悲すぎでは。目の前で転んだ子供のメガネを拾ってそのまま売り場に並べるとか。鬼畜の所用やで。と、ブーブーを確認したけど、転ばせても特に何も達成できなかったね。あまりにかわいそうなので、メガネは返却してあげよう。ゲット。店の中を通るのは危ないので外を回ろう。あっぶね、わら。はいどうぞ。今度は取られるんじゃないぞ。よしよし、では走れ。いけ、おばさんに激突してブラシを破壊するんだ。あーいけませんいけません、武器は卑怯だぞこれだ。これならあのモンスターと互角に戦えるに違いない。ふふ、最強の盾と最強の矛。ぶつかり合った時に何が起こるのか。さあ、死流を決しようではないか。そら、武器を取るがよい。いくらそのモップが強力だとはいえ、このゴミボックスしかダメだわこれ。違うんですよ。ってあれ、これおばさんが持ってる最中でも掴めるな。ほれほれ。かかってこいやー。ああ、いけませんいけません。乱暴は良くないですよ。話し合いましょ。バカメ隙を見せたなぁ。うおぉ、やってやる、やってやんよー。そのモップ、つかみさえすれば、すれば。ぐぬ、ぐぬ。今だ。ポン。やったぜ。じゃあこれはしまっちゃいましょうねー。ち。さて、残りはテレビに映る、とショッピングする、か。そういえばこの瓶拾ってなかったな。わらわら、なんだこれ、なんでそうなるの、わら。テレビに映るのはここだよねー。わらわら、音が変になってる。ここで騒いだら誰か出てくるかな。ダメか。しかしこれ、なんか使い道ありそうだよねー。お、この音は。おお、店員が出てきた。今なら入れそうだ。さあ、もうちょっとこっちにおいで。変な音で泣くがちょうだよ。ほれほれ。チャンス。お邪魔します。さあて、テレビに映るにはどうすれば。てあー、やめてやめて。こら、客に対してなんて態度だね。ちょっと店員の教育がなってないんじゃないですかね。あ、いったー。ちっちょう、締めやがった。とても不快な思いをしました。星一つです。お。ふんふふん。隙あり。おっちゃましまーす。スイッチはこれか、ポチッとな。イエーイ。新しいブーブーが追加されました。お、これはまた次のステージに行けるやつかな？ブーブーリストは。お店のおばさんをガレージに閉じ込める。わらわら。しかし、あのおばさんには天罰を食らわせなければと思っていたから、ちょうど良いね。ガレージって確か右奥にあったよね。お、開いてる。なんだこの四角いの。まあ、とりあえず中におびき寄せれば良いのかな。で、ここを閉めるだけか。これはちょろすぎですね。この紐を引っ張ればいいんでしょ。ああ、終わ
だ。ちょ、これどうするの？私が閉じ込められてるんですけど。おばさんめ、やってくれたな。お。割とあっさり出られた、わら。まあやり方はわかったね。なんでも良いから倉庫の中に餌を置いて。素早く離脱。で。やったぜ。わらわら。ってことはこれ、もうこのお店やりたい放題なのでは？あらよっと。これ、実はすぐ右の扉から戻ってきちゃうから、時間稼ぎにしかならないんだよね。ということで、サクサクいきますよ。はい、野菜。洗剤。缶詰。トイペ。ヘアブラシ。あとはなぜか外に出てる洗剤だけか。せっかくだからこっちのにしよう。なんかエコっぽいし。コンプリート。こっちのできればリストは全然埋まらないね。このエリアはもうこれで終わりか。ふふ、おばさんなど恐るるに足らず。ひ、あー違うんです違うんです。店員のサービスが最悪でした。星一つですね。で、ここから次のエリアへ。といったところで今回はここまで。ではでは。